サー、そしてバッターボックスには平田が欲しい場面。まあここで追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、そうですよね。まずは変化球から入りました。右中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードがまず蹴った、セカンドランナーホームイン。中継にボールが送られる。バッターランナーは三塁まで進みました。ドラゴンズ追加点5対0。なおもチャンスが続きます。